7月7日に投開票が行われた東京都知事選で、小池百合子氏が再選を果たしました。しかし、注目を集めたのは、2位の得票数を獲得した、前、安芸高田市長の石丸伸二氏、41の選挙特番での発言でした。石丸氏は投票締め切り後、フジテレビ系の選挙特番ミスター、サンデー七夕決戦と知事選 SP にリモートで生出演。司会の宮根誠司61が、残念な結果とはいえ、手応えを感じた選挙戦ではなかったかと質問すると、石丸氏は、残念でもなければ、手応えという評価も特にはしていませんと、一生に付し、続けてメディアが注目しているのは、さまつな話だと述べました。このやりとりの後、元乃木坂46のタレント、山崎れな27が石丸氏に質問しました。山崎は石丸氏の姿勢を称賛した上で、都政と国政の違いについての質問を投げかけましたが、石丸氏は前提の下りが全く正しくないと一蹴しました。さらに、山崎が補足説明を試みると、石丸氏は解決ができない問題を作ってしまったのが、あの7つの公約の実態ですと続けました。このやりとりに対し、ネット上では石丸氏の態度に対する批判が殺到しました。あるユーザーは石丸伸二、山崎れなさんに対する態度が、女を見下す姿勢そのもので隠そうともしてなくて、本当に怖すぎると述べ、別のユーザーは、年下の政治専門家でないタレント叩くのに、何の意味があるのかと指摘しました。一方で、山崎の質問についても、質問のレベルが低いとの意見があり、両者に対する批判が交錯しました。山崎は放送終了後、XQ Twitter で限られた中継尺で意図している疑問を、端的に伝える、力が足りなかったと、反省の意を表明しました。しかし、石丸氏の厳しい態度に対する違和感は消えず、多くの視聴者が、石丸氏の姿勢に疑問を投げかけています。